チェンジの時、がんサバイバーストーリー。おはようございます、八木咲です。がんは日本人の2人に1人がかかると言われる身近な病気です。この番組ではがんと闘う皆さんと共に今と未来について考えます。新型コロナウイルスの影響で私たちは日常の暮らし方、行動や考え方に大きな変化を求められています。がんと闘っている方も、がんの不安を感じている方も、迷ったり困ったりすることが多いのではないでしょうか。そこで今日は日本対がん協会会長の柿添忠夫さんをゲストにお迎えして、リスナーの皆さんから寄せられた質問にお答えいただくとともに、新型コロナウイルス感染リスクの中でのがんとの戦い方についてアドバイスをしていただきます。この番組は小野薬品工業と日本対がん協会の提供でお送りいたします。ゲストの方をご紹介しましょう。この番組には4度目のご登場になります、日本対がん協会会長の柿添忠夫さんです。おはようございます。おはようございます。今回もお忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。柿添先生は日本対がん協会の会長として、がんの研究、診療、国のがん対策などがんに関するさまざまな分野で活躍を続けられています。またご自身もがんサバイバーであり、また奥様をがんで亡くされた遺族でもいらっしゃいます。今日は新型コロナウイルスの感染リスクの中でがんと闘っている方や、がんの不安を感じている方へのアドバイスを柿添先生に伺っていきたいと思います。早速なんですが、新型コロナウイルスの影響でがん検診の受診率が下がっているというお話がありましたが、現状いかがでしょうか。日本対がん協会では全国で40余りの支部があるわけですが、その支部でいろいろアンケート調査しましたところ、コロナが発生する前の2019年に比べて、2020年、特に 3,4,5 の緊急事態宣言なんか起きた時のほとんど検診受診率者がゼロになって、で全体として 30% ぐらい前年度に比べて減ったんですね。とか2021年になるとだいぶ戻ってきて、19年に比べて今 10% くらいの減少になっているかと思います。かなり戻ってきてはいるんですね。ただどこの検診機関でもそうですけれど、一期の無症状のがんが発見されないことが非常に多いということですね。それから高齢者が受診を控えるということで、60歳以上の人の受診の控え方が非常に大きいというのが、これから先のこととしては大変心配事だと思っています。そうですね、コロナを恐れる気持ちはよく理解できますが、はい、その間にがんが進行してしまっているという現状は、あるということですね。ご承知のように年間で100万人近く日本人がんになるわけですよね。で38万人くらい亡くなっているわけですけど、初期のうちは全く無症状ですから、でコロナと無関係にやはりがんという病気は日本人全体に密かにこう進んでいるわけです。ですからその症状がなくてもがん検診というのはきちっと受けていただくというのはとても大事だと思います。そうですね、コロナの感染リスクがある中で病院に行きたくないと思ったり、検診を遠慮してしまう方が多くいらっしゃるという可能性があるということがよく分かりました。コロナ禍の中での検診については、基本的にはどんな考え方で行動すればいいんでしょうか。今申しましたように、がんという病気は体の中に発生したときに何の症状もないわけです。それで何年か経って症状が出てきたときに運が悪いと進行がんになっていることがあるので、その無症状の時期に検診で介入して早く見つけて治してしまうというのががん検診の一番の目標ですから、コロナが蔓延していてもがんになる人はそれ以前の状況と変わらないわけですから。でしかも検診の現場では感染リスクを避けるために3密を避けるとか予約制を取り入れるとかいろんな工夫をしてますから、ぜひ検診を受けていただきたいというふうに思います。そうですね、ご自身もがんサバイバーでいらっしゃいますけれども、はい、やはりこうコロナ禍で受診を控える気持ちっていうのは分かりますか。いや、どうでしょう。私は大腸がんと腎臓がんを経験しましたけど、どちらも早期がんでしたから、はい、そういう気持ちは全くないですね。こちらの番組にいらっしゃるゲストの皆さんは、はい、やはりその発見が遅れたことをこう後悔している方もいらっしゃって、なんで検診に行かなかったんだろうっていう、はい、その後悔っていう気持ちはまた重くのしかかりますよね。それはよく分かります。がんだと言われたというショックに加えて、なんで検診受けなかったんだと、でどうして進行がんになっちゃったんだということで悔やむ、あるいはご家族と悲しむという問題がありますから、それはご指摘の通りですね、はい、検診を受けていただいて早く見つけると治る病気、はい、
というふうに、はい、思っていただいて、検診というのは今一度ご確認をいただけたらと思います、はいはい。それではここからはリスナーの皆さんから寄せられた質問をご紹介します。アドバイスお願いいたします。はい、最初の質問はセカンドオピニオンに関するものです。では質問です。これまで出演いただいたサバイバーの方からも同じようなお話があったんですが、セカンドオピニオンを受けたら主治医の態度が変わってしまうのではないかと心配ですという不安をお持ちなのですが、いかがでしょうか。昔はまたセカンドオピニオンというのは必ずしも医療の世界に定着していなかった頃はそういう話も時々お聞きしましたけれど、今はもう当たり前のこととして定着しておりますから、そんなご心配はなさらないで、きちんと、特に場合によっては自分の命にかかる問題ですから、きちんと他の視点で意見を求めてということを、セカンドオピニオンを受けられるのは患者さんの権利であり、そしてそれがもう世の中の時代の趨勢になってますから、ぜひ受けてください。じゃ今の先生で、じゃセカンドオピニオンを受けますって言って気を悪くする先生って、まあ、いないほとんどいないというふうに思いたい。ないわけではないでしょうけれど、もしそうだとしたらその先生に見切りをつけた方がいいんじゃないでしょうか。逆にそうですね、はいはい、ありがとうございます。次もセカンドオピニオンについての質問なんですが、一旦セカンドオピニオンを受けたらもう主治医のもとに戻れないのでしょうかと。いやいや、そんなこと全くありません。セカンドオピニオンの受けてくださった先生も同じ治療方針であったとか、診断も同じで治療方針も同じだということであれば、元の病院に戻るという方も非常に多くおられますし、 あるいは両方の仮に同じであっても、2つの病院の対応の仕方によってそのセカンドオピニオンの病院に移られる方もおられますけれど、セカンドオピニオンになったら元の先生と縁が切れるということで全くありません。そうですね、はい、それはもう冷静にセカンドオピニオンを受けて、はい、あちらの方に行かせていただきますということで、はい、もういいんですよね。いいです、いいです。そうですよね、はい、ありがとうございます。では次の質問です。ネット上にはあまりに多くの情報がありすぎて何を信じていいのか分かりません。ネットの情報の活用の仕方を教えてください。がんの疑いがあるとかがんだと言われると、皆さんまずネットにしがみついていろいろ検索されるわけですが、ネット上の情報というのは玉石混交で、正しい情報もありますけど非常に怪しい情報もたくさんあるわけです。あるいは個人の体験だけが伝わってくるとか。ですから、もしがんの疑いがあるとか、あるいはがんだと言われたら、信頼のおける情報を調べていただく。例えば国立がん研究センターのがん情報センターが出しているがん特報みたいなものですね、あるいは日本体がん協会でも、あるいはがん研究振興財団でも、いろんな団体から信頼のおける情報を提供してますので、そういう情報にたどり着いて判断していただくというのはとても大事だと思います。ネットも使っていただくのはもちろんいいですけれど、本当に玉石混交だということを十分気持ちの上に置いておいてご利用ください。そうですね、情報源がまず何なのかっていうのをはっきり、はい、見ていただくっていうことも大事ですし、はいはい、日本対がん協会のホームページもきめ細やかにいろんなアドバイスをされていらっしゃいますよね、はいはい、情報提供は私どもの大事な役目の一つと思ってますから、はい、一生懸命やってます。ありがとうございます。ではさらに次の質問を紹介させていただきます。がんになる前から履いていたズボンやスカートが緩くなってきてしまいました。きちんと食べているのに体重が減っていてとても心配ですということなんですが、これはどういうことでしょうか。治療中の方であれば、例えば薬の影響とか治療の影響とかいうことも考えられます。それから、そうでなくて一般的にこう痩せてくるということであれば、これもやっぱりその理由はいろいろありますから、これやっぱり担当の先生とよくご相談になってですね、こういう状況で自分は体重が落ちてるんだということをご自分で一人で心配されないで、よく担当の先生とご相談になるのが一番いいんじゃないかと思います。がん悪液質っていうんですか、はい、これはこういうものがあると聞きましたんですが、がんが進行がんになってしまって体中にいろんな悪い影響が出てきたことを悪液質というわけで、それで痩せるということもあります。でもこの状況でそれが当たるのかどうかっていうのはちょっと分かりませんから、これは担当の先生とよくご相談いただくというのがいいんじゃないかと思います。分かりました。どうしても痩せてしまうっていうのは、まあ、よくあることっていうか、がんになるとこう痩せてしまうっていうのが割となんかよくあることだみたいなことに、というふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃるし、はい、まあ、こうやって心配になる方もいらっしゃるし、はい、本当に人それぞれで治療法もそれぞれで、はい、あの人がこうだから私もこうっていうふうに思わない方がいいですよね。ないと思います。はい、
さあ、このように新型コロナウイルス感染リスクの中でのがんとの戦い方についていろいろお話を伺っているんですけれども、どうでしょうか。新型コロナウイルス、そろそろこうウィズコロナみたいな雰囲気にはなってきましたけれども、はい、がんとこのコロナというふうに一緒に戦うとなると、どういう心構えが大事でしょうか。やはり冒頭に申しましたように、がんはコロナの感染蔓延とは無関係に日本人の間に、あるいは世界中に広がっている病気ですから、コロナとは関係なくやっぱりきちんと目配りする必要があります。で、繰り返し申しますけど、がんというのは体の中に発生した時全く症状がありませんから、その症状がない時に検診を受けていただいて、国は検診を受けていただいたらがんで死なないで済みますよということを科学的に証明している胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんですか、この5つのがんを進めているわけですから、当たる方はぜひ受けていただきたいというふうに思います。それから治療中の方で病院行ってコロナに感染するんじゃないかと心配される、例えば抗がん剤治療中の方とか放射線治療中の方、あるいは手術直後の方なんか免疫力が落ちているということで、そういう心配されてご自分の判断で病院受診されない方もありますが、それは大変避けていただきたいことだと思いますね。やはり担当の先生と、あるいは看護師さんとよく相談になってご自分だけで判断されないということはとても大事だと思います。ありがとうございます。垣添先生、お忙しい中今日はありがとうございました。お送りしてきましたチェンジの時、がんサバイバーストーリー、番組では皆さんからのご意見や感想をお待ちしております。メールアドレスはチェンジ change abc1008.com です。抽選で番組オリジナルクオカードや、がんサバイバーを支える一冊、がんのハテナに答える本、がん相談ホットラインに寄せられた100の質問と回答をプレゼントいたします。この本はがん患者や家族の支援などを目的にした書籍で、日本対がん協会が運営する無料電話相談、がん相談ホットラインに寄せられた相談をもとにした100のテーマと、がん予防に関するデータを盛り込んだ付録で構成されています。また今日のトークの様子は LINE ライブ公式アカウント、そして ABC 公式 YouTube で動画配信もしています。番組ホームページでは過去のアーカイブもご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。チェンジの時、がんサバイバーストーリー、来週は元プロレスラーの小橋健太さんをゲストにお迎えしてお送りします。お相手は八木咲でした。この番組は小野薬品工業と日本対がん協会の提供でお送りしました。